はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は朝めぐみさんのお部屋に入ったら3人の女の子に、先生この前休みの時にタピオカ飲んだんだっていうお話をしてもらったんですね。でタピオカはローソンとかミニストップが美味しいんだよって教えてくれて、他にも普通のタピオカより黒糖タピオカが美味しいから先生もぜひ飲んでみてねって、すごい朝からタピオカの話題で盛り上がった一日になりました。また今日は午後から体操遊びが行われたんですが、今日で2回目の鉄棒を行いました。梅組さん鉄棒がすごい得意な子が多いんですけど、今日は初めて逆上がりやったんですけど、こう先生が手助けしなくても一人でくるって回れているお友達が多くって、私もとても嬉しい気持ちになりました。また最後には大根抜きゲームっていうのをやったんですけど、その大根抜きゲームは女の子がマットにしがみついて大根役になって、男の子が女の子の足首を持ってその引っ張るゲームだったんですけど、それがすごい楽しかったみたいで、お部屋に戻ってきてからも男の子はずっとゴロ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 僕の大根抜いてって言って、すごい可愛らしい姿が見られて私もとても嬉しい気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。